こんにちは。こんにちは、盆栽大野です。はい、お久しぶりです。はい、今日は上野グリーンクラブの1階の外と室内でイベントを行っております。秋の大収穫祭といいまして、今年で第3回になります。はい。盆栽以外の山野草、おもと、ラン、多肉、そういった植物の交流会みたいなものですかね。お客様はいろんなものを欲しがりますし、秋は紅葉もあっていっぺんにいろんな業者の方と知り合いになれるのは意外とないんですよね。盆栽は盆栽店、おもとはおもと店、分かれて開催されることが多いのですけれども、普段上野グリーンクラブの売店に、よく来てくださる山野草のお店とかおもとのお店とか、そういう人たちを、一堂に集めまして、秋の一番気候のいいこの時期に開催しております。はい、これ大野さんが企画されたと。そうですね、私が考えて皆さんに声をかけて始めました。で、コロナなんでね、今年はちょっとという話もあったんですけれども、あまりにも催事がなくて寂しいと、でまただいぶ人数も減ってきましたしね、で外の開催で密になるような業種ではありませんので、はい、やっぱり頑張ってやりましょうということで、ちょっと小規模にはなってますね。普段は4時半で常設売店閉まるんですけれども、催しの時は5時まで、はい、で最終日が4時までになっております。終わりました、はい、じゃあ早速ちょっと大野さんの棚を紹介していただければ。うちはもう豆盆栽のお店で、ほとんど自家製になりますね、はい、挿し木種まきからしまして、そうですね、こういう真由美、真由美も小さいでしょ、かわいい結構赤くなりましたよね。それからツタも色がね、ツタも紅葉しましたね。これも種からやって2年生ですね。2年生、お値段も安い、はい、そうですね、あと挿し木とか取り木でやってるのがこういうもみじですね。これ取り木ですけども、舞姫とは図書も、これは挿し木で古いだけですね。図書何でもあるんですよね。ソケイっていうのはよく垣根にしてる人いるんですけど、黄色い花が咲くんですけど、はい、これはこういうふうに小さくして咲かすのは面白いかな、結構咲きます。このサイズでもちゃんと咲きます。あとは青つづら富士ね、青つづら富士はどうでしょう、関東の山には結構生えてますけどね、うちのお庭にも生えたりしてますけれども、この実がね真っ青になるので、かわいいですね。あ、これ挿し木です。あ、寝伏せかな、寝伏せですね。これ種で育ててましたね、4年生、4年ぐらいですね、大体ね。でもだいぶ肌が出てきてますね。大きい鉢に入れないように育てるので、はい、肌が来るのが早いんですよ、こう苦労させますから我慢させてね。基本的にでも若い木が多いじゃないですか。若い木とか未生だったり、あ、はい、3年生とか4年生ぐらい。そうですね、古い木はどんどん売れちゃうんで、あっという間になくなっちゃう。なるほど。10年持つっていう前に売れちゃうんですよ。展示会用に自分の展示するために取っとかない限り。なるほど。自宅の方にもお客さんいらっしゃいまして、はいはい、ちょっといいなと思ってバーって抜いちゃうんですよ、ね、でもともとそんな高い値段じゃないので、早いですね。古い木ないね、そういうね。いやいや、でもこの若い木があるってことは、初心者の人がこれ作れるってことですからね、自分で。あ、そうですね。そう種の巻き方からね、挿し木の仕方までね、聞かれれば何でも教えますよ。こういうのでもね、これだって五葉松ですね、これが去年巻いたんだから1年半、ここまでしっかりしてくればもうあと針金でこう曲げて、なるほど、ちっちゃい鉢に入れていいですね。まあ、大きくする人もいますけどね。松とかもね、かわいい。半年です。4月に巻きましたので半年です、はいはい、これね、函館の街路樹にあった松ぼっくり去年の秋に函館に遊びに行ったら、街路樹に松ぼっくりがなってて、ちょっと取ってそれでも来ました。北海道さん珍しいかもしれない、あんまり北海道に黒松生えてないんで。そうですよね。はぁと思ってびっくりして、希少な
はい、こっちも一緒ですか？どっかあった、うん、あ、ありますね。なんだこうなったの？あ、これ？これ？これ全部一緒ですよ。この辺も全部一緒。うん、これまだ柔らかいんですよね。だから、うん、あと 2,3 ヶ月するとしっかりとしてきますから。なるほど。そしたら、まあ、分けてもいいし、あと針金でこう流す、うん、吹き流しみたいにしたりもできますし、うん、あとは毛糸か。うちは毛糸、これこの間紹介していただいた、ね、これね。さらに小さいやつ、うん、もう伸びなくなって咲きますね。あとそっちのコーナーは全部、はい、500円均一。ここは500円、何でも500、全部500。これはいいですよ。え、松も？松も500。本当ですか？はい。ただ針金かかったまんまです。自分で取って植え替えていただけるかね。でここでいろいろ選んでね、自分で植え替えてみるのも。そうですね。こんなのあります。ほら、あ、いい結構いいでしょ。いい。これも500円。あ、これ種なんですよね。未生の、ね、あのあれですね。そう。あ、いいな。これも花上がってきてる。これちょっとあれだけど、これ一歳ザクロ、花が上がってきてる。とかね、今流行りのあれとか、何ですかこれ？石化ヒノキ。これもつまんでつまんでやれば、あとここで切って刺しても。そうですね。うん。刺し木でも増えます。石化ヒノキいっぱいある。いろいろある。寄せ植えもあるしね、ヒイラギがあって、モミジがあって、本当に美男カズラもある。うん。土なしでしょ。これ古いんですよ、これ。いいじゃないですか。これ古いんですよ。これもいいんですか、500円。おだね、巻きすぎちゃった。あの、ウバメガシ。カシです、どんぐりですよ。どんぐり。もうね、いっぱい拾っちゃったんで、とりあえず撒いたら、すごい500本ぐらい出ちゃって。でもう3年、4年経ってますよ。そうですよね。そう。これは、あれですよ、椿、種、撒いたやつ、うんうん。これもいいじゃないですか、ここ1個入ってて、うん。まだ咲かないけど、おきはち入れればね、撒いてでもやっぱり4年ぐらい経ってるんで、大きくしてないけどね。これお宝探せますね。そうですね、面白いのありますよ。紫式部もあの来年の花芽ついてますから、切らなければこのまんま、なるほど、このぐらいの鉢に入れて実がつきますね。紫式部もね、綺麗ですからね。これ珍しいんだよ今、うん、分かるかな、花芽上がってきてる。ここちっこいの映るかな映ないかな。これね、屋久島の熊柳なんだけど、これから咲くんです。これちっちゃくてね、太らないから、はい、もう これから大きくするの大変、うん、大変なんです。ここは全部500円ということなので、500円です、ね、お宝探してくださいと。はい、このサイズ、小さい豆鉢、これ500円。かわいい。なかなかないです、このサイズのこれね、鉢。一番ちっちゃいのがこれかな。この辺は全部500円ですね。これ色も、絵鉢もありますよ、うん、これはね、これはね、香炉の蓋を穴開けて鉢にして、あ、一応こう植えて、なるほど、うん、誰か使っていればね。じゃあ、サッカ鉢なんで。サッカ鉢、これは3000円。そうですね、きっちり作ってありますからね。結構面白い、紫水さんっていうんだけど、この人はあの浦和の人ですよ、はい、で、あとこの辺が、この人が面白いんだよね。これは三里鉢って言ってね、はい、この間も紹介しましたけど、はい、まあ、うん、小さい鉢だったらうちは何でもあります。これ蕎麦よ。蕎麦？お蕎麦食べる時の蕎麦。へー、赤花のそば。綺麗ですね。こんな感じなんだ、そばって。うん、普通は白なんですよ。あ、そうなんですか。うん、赤花ですね。ただ一年草ですから、種取って巻かないとダメ。今回はこの草物が結構ある。そうですね。山野草のお店って、あの前はね、この会場で年に3回も4回も山野草展があったんですけど、はい、コロナで全部中止になっちゃってて、なるほど、でもうギリギリやっと来ていただいたみたいな。これが面白いんだ。なんだかわかんないでしょ。なんだかわかんないです。タヌキ、タヌキなんだっけ名前がついてない。なんかね、虫みたいですね、先っちょが。うんとね、これなんだっけ、タヌキの名前。タヌキ豆、タヌキ豆、そうそうそう、タヌキ豆っていう、これは花が
これから咲くんだって。これ咲くんすか。これつぼみだよね。これつぼみで紫色の綺麗な花が。そう、すごい咲くの。狸豆。あの一年草で。ああ、なるほど。巻かないとダメなんですよね。巻かないとダメですって言ってもこれかなりもう勝手に落ちてどん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 生えてる。赤手になってくる。むしろ雑草みたいな。なるほど。関東には雑草として生えてないので、ね、これすごくウケるのよ。綺麗ですよね。このなんか形態が。なんていう里いうか、この毛の生えたところから綺麗な花が。本当に、ね、紫色で綺麗なんですよね。枝も名前もついてる。これね、まあ、この薩摩の菊とかの早咲きのタイプとか、これ10月、11月とかに咲くんですけど、ちょっと咲くのが早いタイプ。薩摩の菊。薩摩の菊、これは鉢で育てるんですか、それとも植えちゃうんですか、庭とか。どっちでもありです。はい、どっちもありですね。あの山野草は結構育て方自由なので、なるほど。鉢で単品で作る人もいれば、こう庭に植えちゃったり、こうシェードガーデン。作ったりっていうと思いますね。なるほど。楽しみ方もできますね。盆栽やってる人から見るとこの辺これは大門、はい、大門に、ね、そうですよね。いろんな色の花があるから、はいはい、まあ、盆栽の下草とかそうですよね。寄せ植えなんかに使うのは結構ね、一般的にそうですよね、目にすると思うんです。こういう不意入りっていう普通の葉っぱにこう模様が入ってるじゃないですか、はいはい、そういう変わった不意入りなんかもいろいろ使ってるんで。なるほど。そういうのだと急に値段が一桁高くなっちゃった。これとかだって4万5000円。なかなか奥深いですよね。そうなんですね。世界という。世界はこっちの世界でやっぱり昔から好きな人がいる。宣伝しててください。じゃあ新潟行った際も。植物園？植物園という名前のお店です。おもとって種類、おもとでもそれぞれ葉っぱの大きさによって種類が分かれてるんですけど、はいはい、こちら奥にある位置に3点は大葉、だいたい15センチから30センチぐらいの形状のあるものを大葉というんですけど、見る特徴というとこういう白い模様があるのを虎って言うんですよ。虎っていうんですか。虎風っていう模様。あ、虎風。こちらもそうです。こう白い模様が入ってるのが大きくあるのが虎風。虎風っていうんですね。こういうのはどう？これはね、図って言って図画の図で図っていう図。白い模様が細かく入ってるのを図っていう模様なんで。これ価値の基準っていうのはどう？価値の基準はやっぱ希少価値が高いかどうか。ええ。あの数少なく人気のある品種は高価なんですけど、ちなみにどういうのが人気があるんですか。今人気あるっていうとこういう小型品種の舞妓っていう品種なんですけど、大きさでいうとこれの葉っぱの 2.5 倍ぐらい葉っぱが大きくなります。で、だいたい小さい大元なんですけど、ラシャっていう大元で一枚一枚内側から葉っぱの形が変化していくのが特色なんですよ、はいはい、なるほど。完成するのに 5,6 年はかかるのが。で、こちらは2年目の苗なんですけども、完成したのは今ちょっと持ってないんですけど、こういうふうに覆輪が白く入ってて全体に色が入ってるのを糊を引くっていうんですけど、はいはいはい、で立体的な凹凸を見るのを感謝すると。それがね、関東地区人気なんですよ。なるほど。花が咲くわけじゃないものなんです。こういうふうに重なって出ていくのが。そうです。大体2枚から3枚。なるほど。面白い世界。で、今なんか外国でも人気ある。人気ある。葉っぱが丸まった。これもともとこの形で葉っぱがこう出てくるってこと。だんだん曲がってくる。親がね、そういう全部ほとんどブリード交配種なんですよ。はいはい。交配の親が葉っぱが丸まった種類。なるほど。名前もいっぱいありますね。表だけで1000種類。1000種類。根巻きで育てるんじゃなくて鉢に植え替えて育てるの。なるほど。で、結構こう深いんですね。そうなんですよ。深く根っこもだいたい10センチぐらい。なるほど。これ3個2000円。ちょっとそれも混ざっちゃってるから本当は、ね、いいのと悪いのと混ざっちゃってる。でもこういう方が割に売れるんだよね。そうですよね。探したいから、うん、龍眼石のちっちゃいやつ。今これなかなか売ってないの、ね、そうですよね。なんか最近見ない。あとは
やっぱこういうのもミニなんですね。ミニ用というか。そうそうそう。結構さっきこの辺のなくなっちゃいましたけども。買われちゃう。業者に狙われるんですけど。業者にね。たまにしか出てこないから、たまに来るから、わーって私も買おうと思ったら、これ1号って1万5000円ですか？そうですよ。僕買おうかな。安いよ。安いですよね。え、これも？相場がね、ほら、東京の相場じゃない。え？って思うね。だから、安いですよね。6000円のやつ全部、中の業者さん買っちゃった。買っちゃいましたね、さっきね。あれはバカ安でした。これが安い。高松2500円。これは安いでしょ。だってこの、この木だからね、古さだから20年ぐらい経ってますよ、このこれ。あ、こっちもありますね、うん、結構なんかお安いものは結構あるなっていう印象なんですけど。あ、そうですね、うちで育てたもの と、材料を買ってきて、はいはい、それで何年か作り持ち込む形のものを。なるほど。まあ、両方ですね。この赤松とかめっちゃ安いですよね。そうですね、愛好者が山でこう、なんですかね、若い素材を、うんうん、取ってきて、それで持ち込んで作ってたものなんで、多分こういうのはもう20年以上経ってますよね。そうですよね、買って帰りたいなと。そうですね、こういうのはやっぱり愛好者でなければ我々作ってるとこういう値段にはならないですからね、うん、なるほど。未消って言ってもかなり、もうこれもやっぱり10年近く作ってますよね、うん、この人も。ただやっぱり未消だから花がまだなかなか来ないんで。なるほど。まあ、少しこうやっていくらか花がつき始めてるのもあるんですけども、はいはいはい、これ見てもちょっと分かんないんですけども、うん、やっぱ全部未消だから遺伝子が違うんで、多少葉っぱの細かさとか、うん、やっぱ全部各その性格が違うんですよね。なるほど。この御用もいいですね。そうですよね、これはいわゆる吾妻御用っていうのですね。去年あたりこれもうこの葉っぱの長さだったんだけど、今年はちょっとやっぱり痩せ作りにしてるんで、はいはい、痩せ作りというか肥料やってないんですよ、はい、だからちょっと葉っぱ黄色いんですけど、あの葉っぱは縮まってきますよね。みんなそうですけど、これはまた、まあ、これも吾妻越えだと思うんですけども、はい、これはまた別の作りですね。なるほど。これはうちで幹模様を加えて作ってますですけどね。じゃあこれ長寿、それは長寿梅ですね。長寿梅でもこれあんま見ないですね。この挿し木から作って、でもやっぱり10年くらい。え、これでもどうなってるんですか？10年ちょっとくらいですかね。根ですよね。そうね、こう要するにここにポットこういう、まあ、ポットに入れた状態でこれ作るんですよ、はい、でちょっと大きい鉢に入れて枝をこう、こんなになるくらいまで枝を作るんですよ、ね、なるほど。で切り込んで作るわけなんで。これおいくらぐらい？だいたい1万5000円くらいですかね。1万5000円くらい、はい、面白い。まだこれ今年の夏にこれに入れたばっかりなんで、根を切って、せっかくの機会ですから、はい、来ていただければね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。盆栽物のタイガって言います。従業員やってます。今日から始まって金曜日の始まって日曜日の26日までやってます。夕方4時までやってるんで、ぜひお越しください。はい、タイガさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。